和田と申します。今日はよろしくお願いいたします。最後は2番目ということでかなり皆さんお疲れだと思いますが、私の発表はまあ非常に柔らかいので、ちょっとここで一休みして、最後の片山先生につないでいただければと思います。タイトルは漫画の読みの視線コードという話なんですけども、趣旨としては、ここに書いてあるように漫画に含まれるいろんな情報をですね、どういうふうに我々読み取っているかということを、そういう研究をするってことがどういう意味を持つかということをですね、今日は視線の行動との関係からちょっと紹介させていただきたいということなんですけども、特にその今回のテーマである、個人の特性といいますか、そういった話に絡めたお話になるかと思います。で、皆さんにその漫画とは何かっていうのをこう教えるっていうのは全くそのあまり意味がないとか、当然のように皆さん馴染んでると思うんですけども、特に最近はですね、電子媒体なんかでも簡単に漫画が読めるようになりまして、幅広い人たちがこのメディアにアクセスできるようになってきていると思います。で、外国の方なんかも非常にこの漫画というのをですね、興味を持っていただいて、日本にやってくる多くの人の目的の一つが漫画だったりするという話を聞いたことがあるんですけども、で、改めて漫画とは何かというのは説明しますが、ちょっとそのここでですね、漫画の特徴というのをこう心理学的な観点から考えてみますと、漫画って当然のようにこう線でできている非常にシンプルな情報なわけですけど、そこに文字とかですね、あるいは音の情報が乗っかってくるわけですね。で、ここに、ある漫画の1コマ、1ページに書いてあるんですが、当然ながらセリフとこのキャラクターですね、これがやっぱないと漫画成り立たないわけなんですが、そこにプラスして背景、でも漫画の背景っていうのは得てしてこうシンプルでこう省略されたりすることも多いんですね。場合によっては真っ白だったりする、それもちゃんと背景になっている。で、それなぜかというとこうコマが大きいわけですね。コマというフレームが切り取ることによってそこに空間というのを見ます。これは結構重要な意味を持ってくると言われています。また、文字とは言ってもですね、いろんな情報を我々に教えてくれるんですね。例えば内言って書きましたが、要は心のつぶやきみたいなものも、ちょっとこの吹き出しの形を工夫すればですね、感情を表したり、あるいはアナウンスの声みたいな、天の声みたいなことを表現したりするというふうに、これは決まったルールではないんですけども、漫画に親しんでいる人たちにとっては当然のようにこう理解されている一種の暗黙 の、規則というか、そういったものになるかと思います。それから記号ですね。これはオノマトペに代表される音を文字で表すというのがユニークなところであるし、効果線といって、ここではこの速度を表すこの斜線なんか使ってますけども、こういったものを二次元的なものでですね、動きを表現するなんてことも、この二次元の線画のシンプルな構成の中でか表現されているということになります。そして、そのページがこう、ページをめくっていくという作業はですね、こう時間の流れに対応しているわけなんですけども、場面が転換していくわけですが、そういった中でこの時空間的なある種のこう表象のつながりみたいなものが生まれてくるわけなんですけど、読む側としては、コマとコマの間に起きているであろう、実際には書かれていないいろんな出来事を我々読み手の側が再構成してこうつなげていくという作業をやっていると。ですから漫画を読むって非常に簡単で、小学校の1年生の子でも読めるような簡単な作業だと思うんですけど、意外と深いことをやっているんじゃないかというふうに考えられるのではないかと思います。で、そういうふうな意味でですね、漫画というのはこのなかなか興味深い実験の素材一つであるし、それをどのように我々が読み取っているかということを理解するということは、人の知覚あるいは記憶といったような心理学が研究対象としている人の知の仕組みを解明する一助となるというふうなことが言えるのではないかと思います。しかしちょっと意外なことにですね、じゃあ漫画を我々がどうやって理解しているかっていう研究に関してはですね、案外分かっていないことが多いんですね。そもそもあまりこれまでその研究の対象とされてこなかったという、どちらかというとこう文章の研究なんか結構あるし、写真とか動画を見る研究っていうのも結構あるんですけど、漫画っていうのはあんまりないんですね。それはちょっと今日は話それるんで言いませんけども、まだあんまりよく分かっていないということは指摘しておきたいと思います。で、今回のシンポジウムのテーマなんですが、行動の因果を考える、その情報科学のアプローチでやるという、そういうグランドテーマがあるわけですけど、私の発表にそれを置き換えますと、
漫画の読みの視線行動、まあ、行動って入ってるんですけども、この視線という行動を通して、まあ、因果ですね、どうしてそういうふうに読んだかみたいな、まあ、そういった意味での、まあ、ここでは読み手の個人特性って書いたんですけども、読み手の人となりっていうのがどのようにその視線の行動に現れてくるかというのをちょっと考えてみたいということなんですね。ただちょっとあらかじめお断りしておきたいんですが、この因果っていうふうに書いたんですけども、因果ってなんか原因と結果があるわけなんですが、なかなかそれをクリアにですね、因果というのを証明するということは非常に難しいんじゃないかと思います。まあ、統計的にあるやり方でもって因果に相当するような関係性を導くってことはまあできなくはないと思うんですけども、まあ、まだまだ私の研究ではそこまでいってなくて、まあ、矢印2本書いたっていうのはまあ因果とは言えないんだけど、まあ、関連性があるよってことをまず示したいという、その辺のまだそこら辺のステップに段階だということをお答えしておきたいと思います。で、サブテーマとして、漫画の読みの視線行動と読み手の個人特性の関連を探るということでちょっと続きになるんですが、まずこの1ページを見てもらいたいんですけども、まあ、こういうのをこう、まあ、読んでください、あるいは、まあ、言わなくても漫画好きな人は読むわけなんですけど、こういう時にですね、どういうふうにして、読むかっていうのを、まあ、視線を測る機械で計測していますと、例えば A さんは左のように読むし、 B さんは右のように読む。でここでですね、ちょっとこの丸と緑の、赤と緑のこう丸が何を見せているかっていうお話を少し解説しておきますと、これは視線の移動を表現したものなんですが、この丸というのがこうじーっとこの視線がここに留まっている状態です。でこの丸が大きくなればなるほど長く見ていたということになります。でこう番号がよく見るとちっちゃい番号が振ってあるんですけど、この番号順にこう目が動いていくということですね。で視線の情報としては、このあるこの丸から次の丸へこう飛んでいく、これサッケルというんですけど、目がこうパッと動くんですね。この例えば距離ですとか速さみたいなものを指標にするということができます。それから、まあ当然ですけども、どれぐらい長くですねこう留まっていたかというのは結構重要なわけです。重要度の高い情報にはやっぱ長く目は留まるわけでして、この直径が大きい丸はそれだけよく見ていたという、そういうデュレーションという持続時間、注視時間ということになります。それからその数であったり、あとはまあ位置ですね、どこを見ていたか、そういったことをですね、情報として抽出して、いろいろと分析に使うことができるということになります。まあ、そういう知識をもとにしてもう一回これを見てもらうと、まあ、ここでまず見てもらえば分かるように、やっぱり A さん B さん人が違うと、やっぱり同じ漫画でも違うところを見ているということがお分かりになるのではないかと思いますね。左側の人は例えば吹き出しを見ている時間比較的短いという特徴があります。割とこの人は漫画得意な人、読むのが慣れている人なのかもしれません。パッパと読み飛ばしていくような感じ。一方右側の人っていうのは案外こう細かいところを見ているんですね。吹き出しじゃない背景なんかを結構細かくチェックしている。で実験やってて大体共通の傾向っていうのは、まあ、人の顔と吹き出しっていうのには、まあ、その視線は集まるんですけども、それ以外のところでこういったある種読み手の個性みたいなものが反映してくるような部分っていうのがちらほらと出てくると、そういうのをこ うまく拾ってあげると、その読み手の人となりにこう反映するような何らかの特徴というのが見えてくるのではないかという、そういう、まあ、ある種のこう仮説といいますか、仮定を持ちまして、それをリサーチクエスチョンとしてこの研究をやっています。で今回は読み手の個性って言ってるんですけども、性格であったり態度であったり、いわゆる心理的な特性、性格傾向、そういったものに焦点を当てて、その性格の違いといったものが、読み手のその目の動きとどう関係しているのかというのを調べた、ちょっと簡単な、まあ、結構報告になるんですけども、ご紹介したいと思います。でそもそもですね、まあ、漫画じゃなくてその絵画なんですけども、見る側のこの目の動きっていうのは本当にその読み手の何かしらこう内部の変化をこう反映してるのかって話なんですが、これ有名な古い、まあ、研究であるんですが、同じ絵を見てるわけですが、左側がこの絵のですね、出ている人たちの経済状況を想像してくださいという教授を与えた時の目の動きと、右側は年齢を評価してください。だ同じものを見ていても、こうリッチか貧しいかっていうのをこう考えながら見るときと、何歳ぐらいかで見るとき、やっぱり見るところは当然違ってくるわけですね。まあそれはそうかなとは思います。あと、まあ、これは、
左側はですね、まあ、いわゆるこう自閉症の人で、右側はですね、ウィリアムズ症候群といって、まあ、自閉症とちょっと対極にあるような非常にこう、まあ、明るいといいますか、性格的にこう人懐っこいような人、ちょっとそのやっぱり知能的には自閉症と同じようにちょっと障害があるわけなんですけども、ですからその対照的なその知的なちょっとそういう障害がある人たちの視線の動きなんですけども、同じ写真を見せてもやっぱりだいぶ違っているというのが分かると思います。で、これは抑うつの状態が高い人のデータなんですけども、抑うつが高い人にこう2つの写真を見せて、まあ単に勝手に自然に見てくださいっていうんですけども、そうするとやっぱこっちが引きつけられるみたいな、そういう研究もあるんですね。まあ、この手の研究は結構たくさんあるんですけども、ここから言えることっていうのは、視線っていうのは観察する側の何らかの、その個性といいますか、興味の対象、あるいはその頭の中で起こっている処理の過程を反映しているというふうなことが言えるのではないかと思います。じゃあその同じことがじゃあ漫画にも言えるんじゃないかという、そういうことなんですけども、そもそも漫画っていうのはですね、じゃあ絵や動画に比べて何が違うかっていうと、こういう点でいい、まあ、メリットとかアドバンテージがあるのではないかとちょっとまあ考えたんですね。で、先行研究では画像や動画を提示して、まあ、さっきのように視線を測ったりすることが多いんですけども、漫画でやったらこういう点がいいよという話なんですが、例えば、最初にお話ししたように複雑な情報、画像、文字、音声、まあ、音声といっても実際の音ではなくて文字になっている音声なわけですが、そういったものを一度にですね、シンプルな二次元上に提示することができると。で、もう一つはそう、コマによって時空間的な要素が区切られて表現できますので、まあ、どこを見ているかっていうのか、動画でやると非常に大変なんですね。一コマごとにこう区切っていって、一コマ一コマちょっと物が動いたりすると、その位置を特定して分析しなきゃいけないんですけど、漫画の場合にはまあ基本的にはその二次元のこう絵としてまあ分析可能になるので、割とこの分析がやりやすい。それから素材として非常に身近であるということで、まあ、その興味関心を引きやすいということで、ちっちゃい子供にもこう喜んで見てもらえるという、そういう利点もあるのではないかと思います。で、まあ、そんなわけでもう早速時間もあんまないので、結果といいますかちょっと一つデータをお示ししますけども、ここでやったことは、まあ、そのシンプルに漫画を読んでもらうという一つの作業なんですが、それと同時にですね、読み手の今回は性格を測っています。で、ここである性格検査を測る、まあ、質問紙アンケートみたいなものですが、そういったものを読み手に答えてもらいまして、その人の性格とそれから読む人の目の動きのパターンに何かしらの関係性があるかというのを調べてみました。で、まず視線の方ですが、これはさっきもちょっと説明したんですけども、まあ、どこを見ていたかっていう視線情報、いろんな情報を取れます。まあ、この辺結構情報科学のいろんなメソッドがこう使えるところであるんですけども、まあ、シンプルに読み時間であったり、あるいはどこを見ていたかっていう位置の情報であったり、どれぐらい長く見ていたかっていう時間の情報、そういったものを使うわけですね。それから面白いところでは、この動向形といって、この黒目の部分ですね、あれがこうぐわっと開いたり閉じたり、あ、興味に関係して開くなんてこともある、こういったものを使うケースがあります。で、まあ、今回主に使った手法として、まあ、ちょっとオーソドックスなやり方なんですが、関心領域といいまして、まあ、どこを見ていたかというのを、これは何が書かれているかっていう領域をですね、これは結構手作業の地味泥臭い作業になるんですけども、あるルールに従って整理していって、まあ、顔を見ていた時間であったり、背景を見ていた時間であったり、吹き出しを見ていた時間であったりっていうふうに整理して、それをどれぐらい長く見ていたかっていう、そういうふうに時間を換算するというやり方をとっております。で、今度はこの性格の方ですが、これはいろんな性格特性を測る質問者が世の中に存在してますが、代表的なものとしてビッグファイブっていうのがあります。これはですね、性格というのは5次元で測れるんだという考え方なんですけども、5つのまあ見方といいますか、物差しというか、例えば外向的か内向的かっていう一つのまあ軸でもって、その人の性格を測ろうとする。協調的かどうか、あるいは勤勉かどうか、神経症傾向っていうのは悩みやすい人、とにかく心配性な人が高いんですけども、それから開放性っていうのはちょっとその説明しにくいんですが、
なんか好奇心旺盛でこうすごくこう新しいものが好きな、そういった性格傾向の人が結構開放性が高いということになります。で基本的にこれら5つは独立だと考えられておりますので、外交的だけど神経症が高い人みたいなものは、なくはないわけですね。厳密に独立かどうかってまた議論のになるわけです。で、まあ、もう時間があるので割愛しますけども、今回その、これ本当にだとこう50とか100項目ぐらいの質問に答えてもらわなきゃいけないんですけど、簡易版でまあ10項目でこう測れるものもあるので、そういうのを利用したりしています。それからもう一つは 共感性ですね。どれぐらい他人に共感できるかっていう、そういった心的傾向の測る尺度も使っています。で、まあ本当こう結果だけお示ししますけども、今回その6ページ漫画を読んでもらったんですけども、その中で例えばですね、感情的非影響性がこれ低群って書いてあるんで、低い人ほどこれを長く見ていたって、そういう呼び方をしてほしいんですが、感情的非影響性っていうのはこう物語にこう没入する程度、映画とかですね、本とかにこうどれぐらいこう入っていけるかっていう、そういうのを測るやつなんですけども、そういうのが高い人はこれちょっと逆説的かもしれないですけど、あんまりこの辺は見ないみたいな感じなんですね。低い人ほど長く見ていたとか、あるいは協調性が高い人はここでいうとこの顔ですね、この登場人物の顔を長く見ている傾向があって、その低い人に比べてですね、協調性が低い人に比べて、顔を長く見る傾向があった。で、あるいはこのちょっと説明しませんでしたが、 VLFI っていうのはこう漫画をどれぐらいこうこれまで読んできたかっていう、ある種のこうスキルなんですけど、漫画を読む、それがまあ低い人はまあこういうのを長く見ていて、これ逆に言うと漫画に慣れてる人は読み飛ばすっていうのかなり早くパッと読む、そういうことを言えるんですけども、まあそういう傾向が出ていた。あるいは感情的冷淡さというか共感性を測る尺度の一つなんですけども、まあ、冷淡、ちょっと非常に誤解があるネーミングなんですが、まあ、ちょっと一歩引いてね、登場人物に私はそんなにこう感情移入しなくてちょっと引いて理解できるよみたいな、そういう立場を取る人なんですけども、そういう冷淡さが高い人はこういうところをよく見ているみたいな、そんな傾向が出ていたりします。でこれ一つ一つ解釈していくのはちょっと時間もないし、正直なところなかなかこれ統一的な解釈っていうのはまだできていません。そういう意味ではこう探索的なこの結果の今ですね、こういう結果になりましたっていうぐらいの話をせざるを得ないんですけども、ただまあわずか6ページの漫画のストーリーなんですけども、こうやって測ってみると性格の違い、あるいはその共感性の違い等によって、まあ、いろんなところでこうですね読む、まあ、この場合主にこの中止時間だけ紹介してますけども、時間の差が出てきているということが示せたのではないかと思います。ちなみにどうしてこのページを選んだかっていうのは、この男女のこの会話がこう続くシーンで、なおかつこの背景がある程度書かれているみたいな理由で選んだらいいんですけども、まあ、ここがベストかどうかっていうのはちょっとまた今後考えていかなきゃいけない部分ではあります。でというわけで、漫画を読む際の読み手の視線行動と個人特性の関連を探るという目的で、一つやった実験をご紹介したわけですけれども、まあ、特定のいくつかの領域とそれから中止時間との間にいい関連性は、まあ、認められた。たださっきも言いましたように問題点は結構残っていまして、例えば、まあ、いろんな結果が出てきているんですけども、その因果の関係っていうのを考えた場合に、やっぱこういうことだからこうなったんだろうっていうふうに、そういう説明をしたいわけなんですが、それを統一的につなぐよう なんかそのストーリーってなかなか見出しにくいんです。まあこじつけで後から考えればなんとなく話はできるんですけども、にしたってやっぱりこう本当かって言われたらちょっと弱いところがあるんですね。ですから、まあ、こういうデータを蓄積していって今後はですね、より強力に因果を導けるような仮説検証型の実験に守っていくっていうのが一つこうやるべきことではないか。それから媒介変数の存在という可能性をちょっと考えなきゃいけない。今回使った尺度ではこう出てるんですけども、直接それが関連しているのではなくて、その背景にもっと違うファクターが存在している可能性は否定できないんですね。これらの性格を総合しているような別の大きな概念の性格の特性も、言ってみればもう明るいか暗いかみたいな、そういう要はそれが
部分的に間接的に影響しているという可能性もあるので、そういったことを考えなきゃいけないということになるかもしれません。まあ、そういう問題点もあるにはあるんですけども、まあ、まとめますが、漫画読みには読み手の個人特性の、まあ、ある種の側面が反映していると言えるだろうということですね。で、今後の展開としては、まあ、さらにこの精度よく読み手の個人差を表すようなものとしてどんな指標があるかというのを探していきたいということです。で、まあ、個人的に実は最終目標というのはですね、この逆にこの視線の行動を測ることによってこれを推定したいというのがあるんですね。つまりこう漫画を読むとき目で読むからこの人はこんな人だあんな人だみたいなことをどこまで当てられるかということに持っていきたいということがあります。実はもう試みてはいるんですけども、まだまだちょっと精度が悪いといいますか、当てずっぽいやマシなんですが、その満足な、まあ、正答率といいますか、まあ、9割10を超えるような、例えば読み手が男性か女性かを当てるなんていうのを考えた場合にも、半々でデタラメであって 50% のところを7割5分ぐらいにしかまだいってないんです。もうちょっとそれ上げたいのが、現在の今後のビジョンにとして持っております。というわけで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。